どうも、ジュガイです。ダークソウル2、前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっとこれね、もうね、逃げます、ここ。ちょっとよくわからないんです。一旦逃げよう。あ、待て待て。おや。え、これ敵？ちゃうな。メッセージ読んどこうかな。この先背後に注意しろ。そして左に道があるぞ。これいけるんか？あ、絶対無理や。なんかおるわ。絶対無理やわ。ちょっと一旦帰ろう。これ何や、壊してんかな。あれは無理だね。とりあえずこっちにまだ道があったと思うんで、よし、スイスイーっと、ほいほいほい。敵おらんか見とかなあかんぞ。これは足場不安定。よし、よし、ほいほいほい。あ、ここか。これ次行くとこあるな、確か。これ前落ちたやん、確か。これで、うまいうまいうまい。あ、よかった。敵おりそうやな、なんか。お、敵おる。敵おるぞ。敵発見。切りかかり。ほほほ。おお、びっくりした。びっくりした。やばい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 。やばい、あー、危ない。びっくりした。おお、びっくりした。今の怖かった。よし。回復しよう。ちょっとこれはやばい。一撃かってやられそうやから、ここだけは絶対。3、4。あ、おったあったあった。敵おる。おったあったあった。おお、結構おる、結構結構おる、結構おる。ほっほっ。おらんか？いや、こっち蘇るかもしれんからな。ちょっと見回っとこ、一旦。あ、これここか。あ、戻ってった、ここ。あれ？どっから来たんや、さっき。あれ、さっきどっから来たっけ？なんかここに隠し通路みたいなのあったな、確か、さっき。まあ、ええか。行くか。こっから来て、ああ、なんか繋がっとったってことか。なるほど。んで、まあ、戻るか。で、ここに道があったんや、確か、ここら辺に。あ、これ。あ、ここおったんや、さっき俺。ここおって、んで、こっち行って、危ねえ。危ない危ない。おお、きつい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 。危ない。あ、来とる。死んでくれ。死ね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 。危ねえ。危ない危ねえ。回復シュイーン。で、ここにもおるから見逃したらあかんな、ここ。ぜいぜい。ただ一回休んでもたら、かがり火で休んだら、敵が増えるから、また出てくるから、できればちょっとダンジョン探索したから敵、よし、ブーツ。とりあえず、できる限り敵を復活させずに行こう。まあ、今アイテムをね、探したいんで、敵復活者ややこしいんで、できる限りまあ、敵を復活させずになんか、見回りたいと思います。まあ、ここはもうなさそうやけどな。あ、でも隠されとるからな、案外。違うか。左。左ね。違うね。ここはオッケーオッケー。行こう。で、結構武器ゲットしたっぽいから、ちょっと見ようかな。指輪ないかな、指輪。指輪ねえな。指輪欲しいな。
スロット。これセットした方がいいかもな、一応。機関の、セットしとこう。で、野党系やから、今17、13、17、17、17。あ、下がる。猛者系弱いな、やっぱり。野党がちょっと強すぎるんかな、これ、能力は。野党の能力。お、お、おっと。おお、ブーツ。猛者下級兵。猛者下級兵。おお、これは強いな。でも、待ってよ。何が上がる？あ、基本的には上がる。いや、でも微妙やな。わからんな、ちょっとこれ。これ何これ。出血耐性が下がる。でも、物理防御力上がるんか。ああ、通常の防御力上がるわ、これ。あ、こんだけ上がるんだ。これ持った方がいいな。よし、装備しよう。OK、変わった。よし。これは守備力5上がったから、でかいかもしれん。で、武器は、ハルバード装備したいけど、あ、これ装備して、あ、そう、これあったんや。こういうの使ってみようかな。あ、攻撃は上がるけど、あ、全体的にでも、あ、でもあれか。防御の耐性が下がるけども、炎属性が78ある。ちょ、装備してみよう一回。で、こっちにバックラー装備しとく。ここに、もう一本つけて、ハイデつけて、で、ここに、弓矢つけよう。オッケー。どんな攻撃や？あ、一緒や。あ、一緒か。一緒やん。使いやすいですね、これじゃあ。よし、これじゃあ使いやすいから。で、さっきの、付け替えは OK ね。これで、OK。付け替えると。ほい。弓やね。で、ロングソード。で、片手持ち。で、両手持ち。OK、行こう。多分こっちがなんかまだ見てないとこあると思う。まだ見ぬ場所があるっぽいんで。頭上に注意しろ。なんかどっか探れそうやな、これ。どっかに。あ、こっちから来たんか、俺もしかして。降りて。あ、なるほどな。あ、戻られへんパターン、これもしかして。あ、それっぽいな。くそ、また行くか。まあでもアイテムはいっぱいあるんでね、どっかに隠されてるんで、ちょっと見回った方がいいですね、ちょっとね。ビビらずに。敵を倒しとけばビビる必要ないんで、一回。だから、かがり火で回復せずに、基本的に突破していくと。回復してしまうと、復活するんでね、奴らが。お、倒しとるな、ここ。よしよし。こいつら復活はせえへんから、基本的に。ん？あ、あとなんかセーバー。あ、レニガッツの、買っとこう、これ。鍵。あんたか、ひひひ。あ、アイテム買う。お、な、びっくりした。敵かと思ったんやんけ。びっくりした。セスタス。まあ、こんなんいらんから。防具も欲しいとこやけど、防具も欲しいとこやけどな、確かに。旅商人のブーツ。強そうやもんな、これ、結構。やけど、やっぱ今、鍵か。防具は手に入りそうやけど、この鍵は手に入らんやろうか、絶対。よし。ソウル持っとっても一緒やから、買っとこう。で、これいらんわ。よし、これでいいかな。すまないね、ヒヒヒ。ここの扉がなんか壊せるっていう風なコメントいただいたんで、ちょっと一回やってみたいと思います。あ、ほんまや、壊せる。あ、ほんまや。すげえ。おー、助かった。ん？お、敵おった、やっぱり。よし、ロックオン。からの一撃、かます。基本全部壊しとこう。何が出てくるか分からんからな、ちょっと。よし。これも壊しとくわ。あ、宝箱あるやん、しかもこれ、地味に。ほい。ゲットースモールレザーシールド。修理の、なんか糞。興奮かな？よくわからんけど、とりあえずスモールレザーシールド使えるやろ、絶対。とりあえず、これよりいいんかな？あ、微妙やな。軽いだけか。もう装備しよっか、一応これ。あ、重量。え？重量オーバーする？あ、重量オーバーするな。て
か、今すでに重量オーバーしてる感じ、もしかしてこれ。これいらないやつ抜くか。これ持たん方がいいな、これ。じゃ、ちょっと逆に。どうやって外すんや。あ、外す。これ意味ないやつ持たん方がいいな、これ。ちょっとじゃあ。ショートボー使うのか、いらんわ、これ。無駄に持ったら多分これ、重量が結構しんどい。あ、今 52% か。あ、まあ全然余裕やな。でも軽い方が多分なんか動き速そうやから。お、扉あるぞ。ちょっとこっち割っていこう。お。この先頭があるぞ。どういうことや。まあできれば隅々まで調べたいから。よし、ないな、もうここは。敵おらんな。もう戦ったろ、戦ったろ、戦ったろ。やめておけ。え、これ敵ってこと、これもしかして、これ。うわ、ぽい。これ敵や、絶対。この先何かがあるぞ。ただ、閉めてみて、メッセージ読もう。切り替え。背後。え、うわ、これ何やろ、これ。やめておけって書かれてんけど、これ。いや、開くか。開けてみよう。ほい。あ、なんや、普通に開いてみよう。びっくりした。何かあるかと思った。お、お、かけらゲットした。小さいサインロー石とエストのかけら。あ、戻ろう。これエストの瓶増やせる。あ、戻るべきや、これ。これ何？ここは？あ、なんかある。なんかあるぞ。え？こ、あ、うまく落ちるわけか、あそこに。くそ、これ微妙やな、これ。これ。いけるか。いけるか。あー、怖い。おー、うまい、うまい。おー、ゲットした。女神の祝福。んで、これは？あ、さっきのとこね。レニガッツのとこね。オッケー。んで、なんかゲットしたか、ちょっと見てみよう。これちゃうな。あ、これや。召喚サインを書く。小さい白いサイン漏石。よくわからんけど。お、これめっちゃでかいソウルや。おー、ええぞ、これ。絶対、エストのかけら。これめっちゃ大事。で、ちょっと戻ってもええかもな。回復を使うのにちょっと一回戻ってみよう。ちょっとエストのかけらもあるし、っていうこともあるし。よし、戻ろう。スイート、ちょっと戻ります、一旦。たっ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 たで、ちょっと回復を使わずに、できればかがり火を使わずに、戻っとこうかなと。あれを使ってしまうとね、ちょっと厄介なんでね。あれ？あったあった、これか。ゆっくり降りよう、ゆっくり。スイーッと。あ、ここ敵おるな、まだ。倒してないな、ここの敵。背後から！あ、死ぬ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 。あ、死ぬ。ここで、行く。あー、オッケー。炎攻撃いいね。ブーツゲット。おった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 。さっきこいつ倒しとこう。よし、この下を殺す。切る。おい、大体分かってきたぞ、もう。まあ、マップは大体把握してきたから。ほい、ほい。そして、撃つ。でい、でい。お、いいね、回復。よーし、戻ろう。ちょっとまあ取っておきたいポイントは、あとなんかあの、なんか火吐いてきたやつも倒したいのもあるし、あと空飛んでたあの空、天空騎士みたいなやつね。あいつも倒したいっていうのもあるんやけど、まあとりあえず今は、
エスト瓶をね、回復させることに。で、基本的には、ね、かがり火を使わずに行きたいと思います。まあ、あの焚き火使ってしまうとね、ちょっとね、敵復活しよるんで、まあ、ちょっと、探索してみたいなと思うんで、今は。できるだけ復活させずに、ちょっと行きたいと思います。ここ敵おらんから、ええな。ああ、来た。うわ。ここってなんかめっちゃなんか、あれやな、落ち着くな。ああ、ええな、この明るさ。焚き火使わずに、話そう。Here. オーケー。To see you. How? オッケー、来た。よーし。祈ります。ふぅ。力が上がった。やった。レベルアップは、まあまあ、まだええわ。オッケー。これで一個使える。よし。で、なんかさ、武器屋の鍵ゲットしたから。あ、これやったかな?ここかな?おお、開いた!やった!敵おる?あ、敵さすがおらん、ここには。この結婚なんで死んだの?これ。え?なんか襲われとる。お、なんか襲われた、死んどる。でも何かわからん。とりあえずこれ見てみよう。ゲットアイテム拾う。あ、ショート棒持っとる。ショート棒か。これで終わり?え、これだけのため?これだけかよ、こいつ。ちょっと話してみるか。よしよし、よくやった。これで仕事が始められるわ。わしは準備がある。後でまた来い。ん?後ってこれいつ?あ、いつか来たらこれもしかしてこいつ、名前になったこいつ。レニガッツか。カジヤ、あ、あいつカジヤか。あいつカジしてくれるんかもしかしたら。まあええけど、とりあえず。とりあえず次は、どこやったかな。あ、さっきんとこや。よし、これでとりあえず若干強化されたんで、まあ敵が復活してないと思うんで行ってみます、もう一回。で、もうちょっとだけ探索してから、敵を復活させようと思います。でもなんかもうすぐね、若干ボスっぽいんですよね。なんか巨人がいるみたいなこと言ってたんで。だから巨人が多分いると思うんで。で、巨人の朽ちた森みたいなこと、こう名前なんで、朽ちた巨人の森か。っていうとこなんで、多分ね、巨人がどっか潜んでいるんでね。できればちょっと敵を復活させずに行きたいなと思うんですよね。敵復活したらちょっとややこいんで、結構怖いんで。よし。まあ、だいたい今マップを把握できたから、そこはちょっと大きいですね。ある程度マップのことが分かったんで。で、敵の位置もだいたい分かったので。ああ、かがり火。当たりたいけど、あんま当たっても意味ないんか。レストビンが、エストビンが復活するだけか。まあまあまあ意味ないから、行こう。スイ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 。ほい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 。まさかのこれ早く登れると思わんかったよな。うん。これは気づかんかったわ。上から撃ってきよるから逃げよう。逃げよう。よし。駆け抜ける!あれ?よーし、敵がおらんてええな。平和やな、こう、マジで。敵おらんよな。オッケー、おらんおらん。よし。敵がいないというのはなんて平和なんだ。この下、まだなんかあるかな?あ、まだある!取ってないやつある!魂があるぞ、あそこに。あれだって取るんやろ。あそこ行くだけか。まあ、行ってみるか、ちょっとこれ。ほいっと。ここも敵おるっぽいな、でも若干。あ、ここちゃうわ。ここ敵おるっぽいけど。ほ?あ、これあれか。戻るところか。おー、ちょっと来てもた。入っとけ。一旦とりあえず20分来たので、とりあえずここで終わって、次この続きから
やっていきたいと思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。